かったショールームも配信、多分ちょっとで終わっちゃうけどね。今日はちょっとまだこれからやることがあるので、シャキーン。皆さんは土曜日何してましたか？ネロネス、こんばんざーい。チアズもありがとう。またピッササガ激辛祭り、びっくりした？激辛、いやでも昨日のはめっちゃ強敵だったね。辛かったあれは。タミタミだ、タミタミ。タミタミ、なんかいいことあったの？なんかいいことあったって書いてたような気がした。ネロ、ササ今日も可愛い、やったー。31日もうすぐ会える。31日ワンマン笹川予約さん、20名様行ったらカラオケ配信する。笹川が普段やることのないカラオケ配信。やること全然ない。勇気がいる。でも20名様行きたいな。行けるかな。ちょっとこのまま行くと厳しいんですけど、もし来れる方いたら待ってます。たみたみ、いいことあった。何、気になる。いいな、いいことあって。もっと見たい激辛祭り。やば、殺される。まあ企画としてね、激辛ね、いろいろ食べたりしてるんですけど、またなんか見つけたら挑戦しよう。でも極激辛ファイナルに勝てるのなかなかないんじゃないかな。今まで食べた中で多分一番辛かったかな。うん、どうだろう。でめっちゃ辛かった。あ、でも前食べたカレーもめっちゃ辛かった記憶あるな。ネロネス、仕事の毎日を送っておる。送っておられる。シューモン、こんばんは。キースさん、こんばんざーい。マッチ、こんばんは。あこちゃん、ショールームもやってくれた。そう、みんなとただ話したい気分だったよ。家事しながらですが。なんか家事してる間ってさ、暇だからさ、お話し合えてほしい。みんな話そうぜ。って言っても今日は多分すぐ終わると思うけど、割とそんなに量ないから、欲しい欲しいするもの。ともき、こんばんざい。今日起きてる。たみたみ、あとで。お、なんだ、気になる。いいこと、いいこと。お、馬人間だ。かぶお。馬人間、今日もライブ来てくれてたね。ありがとう。最近すごいたくさん来てくれちゃって。いいね、いいね。バタピ、冷蔵庫で冷やして4日間かけて食べ終えたんです。4日間、それ大丈夫？腐りはしないか。でもすごいね。もう美味しくないじゃんそれ。あ、マオだ、ヤッホー。マオねえ、今日渋谷おったんでしょ。会いたかった。そう、笹川たちがもういた2、3分後とかになんか通ったって聞いて、ってなった。多分マオもってなったよね。すごいすごい偶然だ。ケイケイ、こんちゃーす。ダサニットの伝道師。ひななた、いやハロプロの伝道師。
いいな、みんなになんとかの伝道してつけてこうかな。マジ明日急遽休みになったから一日寝まくる。うおよかったね。えなんで他の人代わってもらえたの？だってね休みないのしんどいもんね。まあライブ来てほしいと言いたいところだけど、ライブ来てくれたら嬉しいけど、でも休みないの絶対しんどそう。いっぱい寝て。でも明日バンザイジャパンも割とライブ1本目遅めなんだな。そういえば明日14時50分からとかだもんね。14時50分から2本目が遅めなんだな。9時15分頃から始まる。遅い。我が靴下これ穴開いてる。吸うてよ。アイドルらしからの発言。サマス西洗いたいし、あ、役払いできた、よかった。最近やばかったもんね。にゃんこの毛がつい冬になった。あ、よかったよかった。役払い大事。スピードウェイこんばんは、こんばんは。まあ人間忙しくなると行けなくなるから、あ、なるほどね。行けるときに大事。突然ね、忙しくなってから、あーもっと行っとけばよかったってなっちゃ切ないもんね。ティーちゃん今日も心の支えになった。笹尾しか勝たんすぎて勝たんすぎて、あ、語彙力どっか行った。まあこんばんざい。あー、ありがとう。今日は久々のライブ来てくれて。リマさんのランチ券はいいの当たった？サヒサチヤンヤンジャーン。こんばんざい。みんな来てくれて嬉しい。みんなと話したかったのさ。ささがわさん、なんだか今すごいみんなと触れ合いたい気持ちがとても強い。バタピー、キンキンに冷やしてたから大丈夫だったよ。多分辛かった。味がなんか、うん、どうなんだろう。キンキンに冷やした激辛。のびー、こんばんは。い、こっちも。お、1600回目の訪問だって。おめでとう。すごい、1600回。たみたみ、さっき妹からみそじだのおばあだの言われた。25になりました。うわ、おめでとう。え、誕生日だった。おめえ、まだ全然若いやんけ。おばあ、おばあだって。492歳はどうなるんだよ。おめでとう、タミン。まあハピボさんに言われて、ってなったね。ちょっと笹川の残像置いとけばよかった。残りが置いとけばよかった。もうちょっとごめんごめん、何も置いてなくて。リアルいいのいいのを見れた。ねえの激辛焼きそば一口で諦めたので、ささすごいすごい。でも食べたんだ、トライしたんだね。いや、すごいでしょ。今日栗田さんにもね、すごいって言ってもらえた。いいな、伝道された側はささなんだよな。伝道された側ささ。え、ん、伝道笹川が伝道された。うん、笹川が伝道した。ケケダさんにと店舗ではあんまり見かけないけど、ネットで探すとめちゃくちゃある。ニット界もダサいのいっぱいあるんだ。え、前さ、ショールーム配信でなんか笹川推しさんダサティ選手権をやろうみたいな話をしてから、ちょいちょいさ
いちょいいろんな人が現場にダサティ着てきてくれんのおもろい。今ね3人ぐらい3、4人、1人2枚エントリーしてる人もいるけどいやみんなの写真撮っときたかったな、撮っとけばよかったな、みんなの T シャツの何人かねエントリーしてくれてる来て来てくれてるのび、ささは優しいな、配信嬉しいけどあんまり遅くならないようにして寝てました。わかった、しっかり寝る。でも今日はねマイク表も作るんだ、これから。だからちょっと配信も短めに終わる。マイク表、マイク表、今日のうちにやっておかないと。よいしょ、もう最近チーカーの考察を TikTok で上げてる人いて見てる。え、チーカーは本当に深すぎて、ま、考察の余地がありありすぎる。本当深い、あの漫画。さあ、ちなみにダサティ選手権、あ、ダサティ選手権は随時受付中です、いつでもえ、でも今度みんなで本当はなんかワンマンとかで、あ、じゃあ31日、面白い本当はね一気にやっぱ一度に集めて開催したいです。いや、なかなかそこまで集合する日がないから、じゃあ31日みんなダサティで集合な来てくれる人面白すぎる期待してます。でも随時受付中です。あこちゃん明日驚くほどちょうどいいタイプ、おお、やったー、2班ともいけるの嬉しいね。回し回しするんでしょ、移動大変だ、熱中症なんないでね。あ、でもなんか明日すごい涼しいみたいな話を今日メンバーがしてた。え、雨降る、ティンちゃんなんだか、えい、今日もおい、ささおえい、不足がおい、花だし何なのクラブなの、クラブか何かなのささお以外の人にも、うわ、浮気、浮気だ、心が浮気してないならね、浮気じゃないっすよ。え、心浮気したの、たみたみ、ささありがとう、イエーイ、1年に一度の誕生日、毎日誕生日がいいな、毎日祝われたい。ティーンちゃん疲れたらゆずはちみつ食べておくれ。え、ね、さっきゆずはちみつ舐めたんだけどね、早速あれ美味しすぎてビビった、めっちゃ美味しい。やっぱゆずって美味しいね、うん、ゆずの美味しさすごい再確認した。え、本当に美味しい、一口ちょろっと味見するつもりがスプーン2杯食べてたもんね。ありがとう、毎日ちまちま食べてくつもりでいるけどいっぱい食べちゃうかもしれない、いっぱいペロペロ舐めちゃうかもしれない、ペロ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 。アセロラ美容効果、うわー、どっちも気になる、もう自分で買いに行くしかない、美味しかったから。高橋、うん、アルビ3連勝、あ、ベイスターズも、あ、ベイスターズ3連敗か、感情の振り幅こんばんは。いや、でもアルビはねやっぱね今調子いいですよ。翡翠さん初訪問、はじめまして、こんにちは。ともき9月90は佐々県に、お、新潟県ってやつですか、つまり。いいね、どこ。大きな雷で起きたので配信見えた、たまには雷様に感謝。雷神、極激からファイナルにも書いてあったの雷神だったな。あ、いいのいいの、あ、出た、リアルいいのいいの、たまたまとりあえずかかっただけだよね、入ってすぎてどうしようもなくなった。かわいいじゃん、かわいいこと言ってんじゃん、
お、いちごのかき氷食ってたんか。お、うらやましいぞこら。ティンちゃん、え、それ思った。今日、あれ、言われてないなと思って、目を見て。言わせようと思ったのに、えいこえいこしてって。ともき、クラスティーね。ともきはもうクラスティー。のびの2枚エントリーとか誰だ、しごさん。いやでも今日のはダサティーにカウントしないですね。でも面白い、来て来てくれんのかわいい。今いらっしゃる、いらっしゃらないか。よっちこんばんざーい。ひな、あら、もうダサニットの季節ですか。ひなもな、なかなかダサティー選手権有力候補。いけそう、いいとこいけそう。ダサニット、じゃあ冬になったらダサニット選手権開催しますね。コパンちゃんこんばんざーい。しもダサティ、そうダサティ、みんなでダサティ着てどれが一番ダサティか決めたいねって話を前配信でしてた。持ってる、けけダサティオンダサニット。王者の風格。サマス薬払いの仮にロース 300g と焼肉のタレ美味しい。ネロダサティとは、ダサティとは説明しよう、ダサティとは。え、でもネロもいっぱい持ってるじゃん、それっぽいの。ああいう、まあダサ、ダサっていうかネタティみたいな。ネロも多分いろいろ持ってるでしょ。まあネタ系の T シャツなら何でもエントリーか。ささくってる場合じゃねえとか、ネロよく着てる。ナビ、最近チーカー大人気すぎてアイテムが即枯れて転売がひどい。えー、そうなの。全然チーカーはいくない。大人怖い。おしめんティーでもカラティーでもなくダサティーで統一そう。笹川 T シャツじゃなくバンザイジャパンの公式 T シャツでもなくダサティー、ささやかのドレスコートダサティーってこと。ダサティーが着てる、あれは笹川推しだ。面白い。それで判断されるの。しんどい。逆に自分おしゃれのつもりで着てるのに、あ、ダサティーだ、ささやかだなって思われるの。思われた人いたら不倫。まこちゃん、明日涼しいの。え、なんか自分で見てないけどね、メンバーがさっき、そう、楽屋で話してた、その話を。雨降る、雨降るみたいな。でもそう、うちも汗だくなっちゃうから助かるって思った。ティンちゃん、ティンの心は笹尾のもの、笹尾の心は笹尾のもの、あ、全部笹尾のものだった。そう、みんなの心はもう私のもの。今配信を聞いているあなたの心はもう笹川のもの。笹川ルームに一歩足を踏み入れたら、もうあなたは笹川のもの。ともき、バンド練習の帰りなんですが、プリマおじさんの職場通り過ぎた。なんなんそのコメント。ラブラブか。お、イチャついてるとこ見せつけられたな、なぜか。それは毒かもしれないから、ささに災いが起こらないように、わしが試しに舐めて死んぜよう。毒、毒なの。もう可愛いこと言ってねえよ、やめろよ。いちごのかき氷美味しかった。おい、よかったよ、美味しくて。真央が今日美味しいなという感情を感じられたならよかったよ。
幸せ毎日感じてくれよな。サヒダサティサメの あれね、あれも好き。お上手みんな、もうみんながこうなんでそれ買ったんだろうっていうのを想像するのがね、買ってるところを想像するのがねすごく好き。かわいい、わざわざ自分でお金出してこれ買ったのっていう、好き好きです、そういうのダサティ作りたい、作って売りたい。ともき、直江津から糸魚川の方面の海岸で遊んだら寺泊まりで海の幸、さちゃんつまりさちゃんを食べるってこと寺泊まりね、寺泊まり前家族と行った新潟帰った時、その時はもう結構夕方ぐらいだったからちょっとなんかもうすごい落ち着いちゃってたけど、美味しそうないっぱいあった。朝に行きたい、ああいうところ。しかも万歳のダサティあるんですか、普通にダサい T シャツ。あ、そう、万歳ジャパンのではなく普通に売ってるなんかダサめのネタ T まあ実際ダサいかどうか別として、結構ネタ T みたいな。のびダサティなんて1枚持ってないからランク外だでもこの前のさ、あの仙台で見つけたやつすごかったよね。なんだっけ、笹かな、うん、笹すごいね。え、笹食ってる場合じゃない、生きていく作ってる場合じゃない。え、もっとなんか他にあったりするのかな。ともき、あ、機種変した、出た 5G の男か、もしかしてキーボード違うんだ。ひな、前現場で4人並んでダサニット着てみたらメンバー間で笑ってはいけない始まって年末かなた、それなんか聞いたことあるなその話、え、見たい。もうなんか一人一文字ずつ書いてある T シャツとかで並んで見てほしい。ティンちゃん、笹尾ちゃんピンナップジャパン見捨てたねって言う暇あったら英語してもらったタイプ。いや、もう笹川が悪いですけれども、今日の先輩は、一番の先輩は私です。ジャンピンナップジャパンのラスサビ大変申し訳ございませんでした。皆さん、ライブで万歳のタグで動画が上がってしまうんじゃないかとビクビクしております。でも潔く認めます。笹川が突然何を思ったか、唐突に変なところに行きました。え、最近自分ジャンピンナップジャパンやばくて、なんかジャンピンいろんなポジションに毎日毎回違うところ立ちすぎて、やってる最中に自分が今どこのポジションの人やってるのかがなんか分からなくなってくるっていう。他の曲はそんなことないんですけど、そう、ジャンピンだけね、最近めっちゃ自分が今何ポジションの人か途中で分からなくなっちゃう現象がすごいやばい。ちょっとジャンピン出るとき本当に気合い入れますね。怖い。さひよりよっておしゃれな確かに下北沢で、ね、街歩くの恥ずかしくなっちゃうやつ。みんなコソコソしながら歩いてきて、まあね、なんか一枚羽織って下北沢シャングリラ入ったらバッって上着脱ぎ捨ててもらって、で笹さんみんなで見合うんでしょ、ダサティ誰が一番のダサティだって。ピリッとした空気になっちゃうかな、ダサティ選手権の称号、称号めがけて、ん、めがけてじゃないな、うん、ネロ、あー、ダサかったのかと
ダサくはないけどね、そのなんかダサい、ダサい、なんだろう、似た。サマス、さっちゃんとお揃い新潟ティー買ってとくぽで、あ、ねえ、あれびっくりした、新潟県民。あ、ダダ、どうしたんその名前。ダダお誕生日おめでとう。皆さん日付変わって今日お誕生日のダダさんです。よろしくお願いします。ハッピーバースデーおめでとう。クオリティの高いとんかつ。どんな名前。杉蔵さん初訪問、はじめまして、こんにちは。ラプタンこんばんざーい。ともぎ、さちゃんの所有物になりたい。お、所有していいの。ともぎ、笹が身につけちゃうよ。いいの、毎日肌身離さず身につけるよ。サムス、糸井川行ったら翡翠拾えないと帰れないよ。笹川に拾ってくれるの、ありがとう。拾ってきてくれる。さっちゃんに会えるまでは本当の幸せは感じられねえよ。そうだよな、やっぱ。ん？あ、お洗濯物干し干し終わった。まおちゃん、まおちゃん、9月会えるの待ってるね。そらう姉さん、その船を漕いで行け。そら船、二度目の訪問か、ありがとうございます。そらう姉さん、ともき好き、ありがとう。ともきあれ、 なんだか勘違いされてる。好きだよ。終わった終わった、そろそろ配信終わろうかな。でも話したい気持ちと、でも配信終わってマイク表も作らないといけない気持ち。はん、バスでメッセージありがとうでした。イエイ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 、送ると決めていた。ともき、朝一で寺泊まり、あ、いいなー、やっぱ朝一だよね。朝一に行きたい自分も。美味しい魚介食べてきて、笹川の代わりに。ケケすずりで笹押し出さって販売待ってます。じゃあね、今年の誕生日はね、きっとすずりで販売されることでしょう。笹押しの激ダサ T シャツ。エニセンス欲しいと思ってるんやけど。タイミング、今でしょ。21対9のスマホとか、何それ微妙。21対9、足して30ってこと。いや、どういうこと。ティンちゃん、今日は口ずさんじゃなくて、ごめんなさい、ちょっとあの意識して逆に口ずさみづらくなっちゃった。ちょっと毎回口ずさみすぎかなと思って。ジャンピンナップジャパンのタッタラタッタッタラ、すいません、あの正直意識しすぎました。万歳ポジション変わるから覚えるの大変そうですね。そうね、毎回ポジションなんかこう確認しないと不安。まあ初めはスマホで写真撮ってたけど、今一つだったんで iPad で撮ったら整理できなくなってる。大変だ、いっぱい撮った。日の普段着で行って、さっちゃんにまっすぐな目でダサって生きてきてくれたんだねって言われて。これダサ、普段着なんだけどダサかったのかな。あ、そうだよみたいな。普段着とは言いづらい雰囲気。
ダサダサって盛大に言ってあげるね。トモキ身につけるの二重効果筋肉量、え、マジか、マシマシになる、つけるわ、すごい RPG のアイテムみたい。ただこの前ダサティ着てったな。ただこの前何着てたんだっけ、見た、見て触れたけど思い出せない、なんだっけ、え、なんだ、なんだっけな、気になる。可愛いの着てたのは覚えてる、出てこないね。らそういえば誕生日に、あー、わかんないよ、まだライブなかった、去年もなかった、え、僕の誕生日なので入れてくださいってあ、りんねくんこんばんは。え、ね、今日さ全員チェキでさ、ゴディバのショコリキサを飲んでるポーズをしたのでご確認ください、届いたら多分言わないと伝わんないかなと思って。伸びぬマイク表もあるんでしょう。そうそう、でも多分すぐ終わるかな、終わるかな、わかんない。キキマッチョ T シャツとかめっちゃよくない、欲しくなってきたどんなマッチョに見えるやつ。ねくんもう終わりですね、今日もライブお疲れ様でした。お疲れ様でございます、ありがとうございます、頑張った、明日も頑張る。もじお、うん、もじお、お誕生日だったね、おめでとう。8月誕生日いっぱいだ。ハードスケジュールの中汗だくの笹川さん見れたので安らぎました。あ、もうそれで安らぐなら、うん、めちゃくちゃ見せるよ、毎日汗だくなってるから。寝ろ、あ、おととしね、サマスノウノウのカニもいいな、カニ食べたい。トモキおつささまる好き、ゴディバのショコリキササ、あ、ねえ、ショコリキササ早速うちもショコリキサ飲みたいなってなった。今度ゴディバ見かけたら飲もうと。シューマセンス2個持ってて、どっちもボロボロです。うわ、新しいの買い時ですね、これは。ティンちゃんの名前がどんどん変わってく、笹尾に意識されちゃったの、あ、はいどうしよう、今後もう一切口ずさまないかもしれない、さっちゃんが。あれ、マオアットマークホノタンズさんがフォローしましたって出てるトモキリゼントとトモキ掛け合わせてるせいで大半の人からリーゼンリーゼン呼びリーゼンさん、そこなんだ。あ、ラーメンマンだ、こんばんざー、ありがとう。もう終わるけどね、まあ注文表の名前見たサスちゃんがマオって手振ってくれて、あ、ニヤニヤしてたの、マスクあってよかったね。ニヤニヤ見たかった。声枯れ演技おいど一生聞けないと思ったら2本目に声枯れやった。ごめん、やっちゃった声枯れ。まあワンマンはね、ワンマンは時間たっぷりあるからね。ちょっといろんな曲聴けるかな。なおくんこんばんざーい、ただ働く、あ、それだ、働くのやだそれで時期取ったんだ。あ、待って、なおくんも誕生日、なおくんおめでとう。だ、8月28日生まれいっぱいいるな、27、28、おめでとう、なおくん、ハッピーバースデー、良い日になりますように、いい日にしてください、誕生日の皆さん。
ともき、だるまくれてる、ありがとう。だるまりんねくん、ショコリキさん飲んでる時期、そう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 。いや、いや、ショコリキさん、お疲れ様でした、大好きだよ、おやすみなさい、ありがとう。りんねくん、来月誕生日にライブあるみたいですが、うわー、東京無理、じゃあオンラインの特典で誕生日特典頼むしかだね。こばちゃん、こんばんざーい。もうじゃあ誕生日初日から幸せな一日、よかった、ルナーシーライブも見れたしね、よかった。まあ9月会える人になるね、待ってるじゃん。真央の誕生日祝いもだ。あこちゃん、どうにかしてマアさんとさちゃん合わせたい。今日連絡取ってくれてた。すいません、のを読めたさちゃん、新潟県です。あ、私は新潟県ですか。新潟県民ね。笹川が新潟県になっちゃった。えらい。やった。早く笹川、バンドタオルを上手に使ってる楽屋記者。うわぁ。上手に使えるかな。チョコレキ撮影と知ったら新潟のフォロワーさんが反応しましたって、あ、ねえ、してくれて、ありがたい、ありがたい、ありがとうございます、広めてくれて。通知来ないの、それも調子悪いと思ったら、外れてたんかい。あこちゃん、配信いっぱいありがとう、イエーイ、ありがとう、こちらこそ、ライブも来てくれて、明日パキって言った骨、ねえくん誕生日ですって言ってメッセージつけてもらったら、そうそうそう、備考欄とかに書いてくれたらね、きっとみんなそれ仕様で送ってくれるはず。あ、馬人間フォローしてくれてる、ありがとう馬人間。こばちゃん、僕も8月12日、うわ、おめでとう、2週間前、約2週間前、おめでとうこばちゃん。チョコバナナと同じくらい、いや、どれぐらいかわからん、チョコバナナってことは、チョコバナナめっちゃ好きってことだね、めちゃくちゃ。おやーおやーほやー、みんなおやすみなさい、みんな会えるの待ってるね、明日的な今日も、31日水曜日ワンマンライブもお待ちしてます。バイバイ。